めちゃくちゃでも気になりないな。そう言った、今日はですね、デッドリフト解説をします。お、はい、あれあれデッドリフト解説します。はい、させていただきます。もう一回、デッドリフト解説何かあったんすか。あの何かあったという、何かあったというか、あのこの前ね、デッドリフトの動画を撮って出したんですけど、その動画でね、後ろに、僕らの後ろの方にエイト君とさくらさんが入ってしまっていたということで、なんかそれに対してのね、コメントが結構あったので、その二人に攻撃が行くようなコメントがね、結構見られたので、申し訳ないです。すぐこっちは削除というか、動画を削除して、削除しちゃったので、まだ見てない人とかは見れなかったっていうのもあるし、コメントとかでね、よくあったのが、その、映り込んでるみたいなね、書いてあったけど、映り込んでるんじゃなくて、こっちが完全に配慮不足で映してしまったので、完全にこっちのミス、責任なので、はい、すみません、編集撮影してる僕が完全に、いや、まあもう完全にこの2人の配慮不足ということで、お二人はもう本当に普通にトレーニングしてただけなので、あの今後ね、このお二人に関する何か攻撃的なコメントというか、まあなんかそういうのは控えていただきたい。完全にこっちのミスなんで、言うならこっち側にお願いしますということで、であの消してしまったので、ね、見れなかった方とか、もう一回見たいなと思ってた方に申し訳ないので、こういうことになってしまったので、さらにこの前のデッドの解説よりいいやつをということで、今回ね、今日まさに背中のガチトレを取りました。今やったーと、ガチトレを直後たった今終わったね、うん、もうめっちゃ久々でね、ガチトレ取ったなんで、映ってしまったエイト君、さくらさん、そしてコメントで騒いだ皆さんのおかげでガチトレが出ますこれがなかったら出さなかったよ、多分やってなかったわ、多分あれがあったから、めんどくせえから撮ってなかっただから、このフォトがあったからこそ出るので、あのお二人に、エイト君とさくらさん、お二人に感謝してくださいちょっと、お二人とは僕、繋がってなかったので、共通の知人をに、お二人の連絡先を聞いて、僕から直接、連絡させていただいて、お二人とはもう話して、あのもうそこはもう、まあ、元最初から2人もね、あ、全然大丈夫ですよ、気にしないでくださいって温かく言ってくれたので、はい、で、まあ、このデッドリフト解説ももう一回出るし、ガチ取りも出るしということで、あの、はい、終わり、はい、お願いしますじゃあもう早速いきます、はい、まあ、デッドリフト いるかいらないか、うん、まずやった方がいいのか、プロのデッドリフトがいるのかいらないか、うん、よくね、これ言われるんですけど、俺はやった方がいいと思うんですよ。やった方がいいと思うし、やれた方がいい種目。あのもちろん筋肥大の効果、脊柱とか僧帽筋、あの背中の厚みの筋肥大効果も俺はあると思ってやってるし、それ以外にもデッドリフトをできる体にすることで他の種目のにも生きてくる、かなり下半身から上半身まで全部一気に思いっきり力を出す種目、出力をバンって出す種目なんで、それができることによって、で重量が上がっていくことによって、あの他の種目にもかなり生きてくるので、背中だけじゃなくて他の部位、種目も強化できるということで俺はやります。まあハーフのデッドとかでも全然いいと思うんですけど、俺はフルで、あのしっかり足から上まで使ってやるようにしてます。でレップ数は、まあ、本当は8とか10、8、16、8、10ぐらいがいいと思うんですけど、でセット数は3ぐらい、最低、まあ、最低とか、まあ、3やったらいいと思います。デッドはかなりきつい種目なので、あんま4セット、5セットとかやってダラダラってやるよりも3セットかってやった方がいいんじゃないかなと思います。で、
やる順番としては僕は最後に入れてますっていうのも、まあ、最初やった方がもちろん体力がマックスの状態でできるんだけど、俺はそれでその力が出すぎて腰を怪我したことが何回もあるので最後にしてます。でよくあるのが最後で力が出るのかどうか、出るんですかみたいな、あるんだけど、まあ、それまでは引く種目、グッと引く種目が多いんで、そのデッドってもう押す種目、下を地面を押す種目だと思ってるんで、引くというか、だからそっちの力はまだ残ってるから、俺は別に最初にやっても最後にやってもそんなに変わんない、重量も回数もで最後にやるようにしてます。締めでやるようにしてます。でこれがこの前も、この前の動画でも一回言ったんですけど、本当に地球の種目、デッドは地球を押す、地球を捉える、そういうぐらいの感覚でいいと思います。地面のもう下の下の下まで押し込む種目だと思います。で手の握るところは、俺はここ、この1個目のここに中指やってます。でこれも俺はこの足幅だとここが一番握りやすくて、しっくりくるからここにします。だからこれが別にここでもいいし、広くてもいいし、それはもうその人それぞれだと思う。で俺がなんでこの足幅かっていうと、これこの足幅がスクワットと一緒なんですよ、ほぼっていうかもう一緒だね、ほぼほぼ。それがスクワットも俺が一番力が出る足幅で開いてやってるんで、これも一緒で、これはほぼスクワットみたいなもんだと思ってるんで、動きが同じにしてます、はい。で、やり方なんですけど、さっき言ったように押す種目、地面をしっかりと足の裏で地面を捉えるようにまずしてほしくて、で、あと足で押すってもこっちの前で押すんじゃないんです、前側ね。例えばこうなって前でグッと押すんじゃなくて、ヘッドとハムストリングスで押すって感じ。ちょっと分かりづらいかもしれないけど、こういう風になんなんだって、ヘッドとハムストリングスが常にテンションがかかってる状態で、やってます。それはなんで、もちろん四頭筋前側も踏ん張るんだけど、ケツとハムを俺はずっと意識してやってる時、これは前弁当バーローで解説してた時もそうなんだけど、そこから、ケツハムがテンションが抜けないようにして、やってます。で次、よくあるのが、この背中をこう反りすぎる人、丸まっちゃいけないってよく言うじゃん。だから逆に反りすぎる人がいるんだけど、俺はこっちの方が危ないと思ってます。丸まるより、こうなると多分ね、腰痛くなると思う、反りすぎて。でももちろん胸も張るし、いいんだけど、やりすぎない。俺のイメージとしては、まっすぐ、腰から頭の先まで斜めにまっすぐ、反りすぎたり、丸まりすぎたりしない。でも、反るよりは丸まった方がまだいい。もちろん本当は斜めにまっすぐのまんま行きたいんだけど、重くなってきたらそれはもう正直多分難しいから、10回とかできるぐらいだったらもしかしたらそのまんま行けるかもしれないけど、最後ら辺とか、重くなってくると絶対ちょっと丸まるんですよ。でも俺はそれは別にいいと思って、いいというか、まあそういうもんだと思ってます。逆にそれだからって腰を反りすぎると逆に腰痛めるんで、まっすぐ で、それで重さで自然にちょっと曲がるのは
いいと思う。でもここの胸を結構張るのをやめないように、重いかってこう丸まんないように胸はずっと張った状態でやります。というのまあ今説明したの全部含めて1回やります。腹圧は絶対に抜きたくないんですけど、この構えから腹圧グッと入れるのって結構難しいので、俺はやる前にこの形を整えて決めたら、もう一回こうやってここ空間作ったので、で思いっきり息吸ってグッと固めて上げるっていうような感じで腹圧入れてからやってます。多分こっちのこれだと入れやすいと思うんで、はい、っていう感じですかね。あと肩甲骨で寄せることがよくあると思うんですけど、俺はそれはその意識は最後でいいと思う。もうまずは斜めまっすぐにできる、ケツとハムにテンションがかかってる、胸が落ちないっていう状態をができて、それができるようになってからでいいと思う。その肩甲骨寄せようだと多分ずっと、うん、張りすぎるで、結局それで反りすぎることになっちゃうんで、これは肩甲骨を最後なんか寄せるっていうのは、まあそこまでしっかりできて整ったら、あのまあ意識して寄せて最後寄せてもいいかもしれないですけど、まあまずはその形をしっかりできるようにした方がいいんじゃないかなと思います。ということでドレッド解説でした。あの前回の見てくれた方もいるかもしれないですけど、ありがとうございます。あの来週ぐらいに、ね、出せるかな、ガチトレ。そうだね、あの、はい、背中のガチトレ全部撮ったんで、これも本当にあのエイト君とさくらさんと、そしてコメントで騒いだ皆さんのおかげ皆さんが作り上げたものです。この中の誰か一人でもいなかったら、俺はもうめんどくせえって言ってガチトレやんなかったから。やっぱりね、あのこっちのミスなんで、よりいいものをね届けようっていうので、ガチ取りをしたんで、これはもう皆さんが勝ち取ったもの、これはもうほぼっていい俺が動いたもの。よくは動かした、よくは動かしたということで、デッドヒト解説でした。ありがとうございました。上げる人